はい、こんにちは、チョメです。ちょっと事情によりね、消した。いや、あんま聞かんでくれ。一応初見プレイということで、チョメね、チョメ。いやー、終わる。はい、いや楽しみだな。とりあえず今回は 2D モードでね、やろっかなって思ってる。この人見たことあるな。ライバルズで。これってさ、ドラゴンクエスト10の音楽だっけ？はじめ。あ、首がない敵ってドラクエ3からだったっけ？これ。これデュラハーンだったっけ？ライバルズで確か出てくるよね。アリーナの。ムービー中喋らん方がいいかな。ドラクエってさ、子供たちが頑張るよね。本当に勇者救ったの、勇者でさ魔王を倒すの子供たちだもんね。3DS でも結構綺麗だよね。これさっきの会議に出てた人に似てるね。ローさんだったっけ、この人。お、あざがあるか。やっぱ出会いって大事だよね。ここでもしさ、出会いがなかったらさ、この子死んでたかもしれないよ。ね。ドラクエ9の金いてるね。16年後。成長したな。そっか、もう高校生か。とりあえず2つ選べるんだよね。ちょっと待って、 2D モードでやるから自分。下でガム、あ、下画面でかくした方がいいな、この場合。ありがとうね、チョメ。なんか嫌だな、チョメって。
あ、でも、あ、まあいいや。大切な儀式の前にスカーフが風に飛ばされちゃうなんて、私っては本当ドジだよね。ドジではないよ。ついにあの岩を登る日が来たんだ。あんな高い場所、私に登れるかな。早い早い、話しがいか、犬。うふふ、ルキが私たちを案内してくれるみたい。さあ行こう、チョム。これ自分の声の音とか大丈夫かな、でかすぎたり。ちょっと最初だから許して、一応ちょっとだけテストしたけどさ。スライドパッドを使うと上画面で、十字ボタンを使うと下画面でキャラを操作することができます。じゃあ今回 2D、 あの、だから下画面でやっていきます。だから戦闘とかは全部 2D になると思います、まあ、たまに 3D にしてもいいかな。この辺はこれ読み上げた方がいいかな。16歳の儀式だね。お、男の子も16歳で結婚できるのかな。あ、でもなんかね、法律変わるみたいで、なんか18歳から結婚になるみたいだね。ちょっとさ、試しにさ、ゲーム音下げてみるわ。ちょっとね、なんで、よいしょ。ちょっと10でやろう。こんな実況ダメだろう、自分はなんか雑談しながら実況するって早いからね。こんなね、なんか変な実況だからね。おっと、待て、チョメどこに行くんだ。まだ戦士の儀式を終わらせてないだろう。石の村に帰るのはまだ早いぞ。反対側ね。こっちはね、戻るところだね。まあ自分、お、斜めにも動けるね。2D でも。よし。まあね、3D だったら、プレイステーションの方でやりたいからね、やっぱり。2D だろ、昔から。お、X ボタンを押してって。お母さんだったんだ。まあなんか強そうで、立派なお母さんだね。今って聞くとさ、あれなんだよね、人狼ジャッジメントのイメージがさ、すっごいついてるわ、自分。さあ、神父さん。セーブはまだできないね。よーし、いくよ、そろそろ。さあ、まず無難にスライムから。まだまだだけど。これね、生放送でやろうか迷ったんだよね。でも実況しながらとか無理なんだよね。あとコメント見ながら。コメント来ないと思うけどさ。でも実況なしだったらチョメで、チョメじゃなくてもいいような気がしてからさ、無理やり実況にしたわ。よいしょ。おじいちゃん早く。よくない、これね、壺とかあったら調べたくなるよね。よいしょ。お、ボホールド、お定番だな。薬草じゃない、やっぱ薬草だね。お薬草、あとヒノキの棒も鉄板だけどな。もう最初からこの主人公さ、剣持ってるね。うわ、すごいじゃん。石の剣。まあ、ヒノキの棒。でも、ヒノキの棒からスタートしないってこともあったからさ。あ、かわいい。自分下画面だから 2D になります。これ上のスライドパッドで動かしてたら 3D になるんだよね。だからほら、2種類選べるんだよね。命令させろって。はい、攻撃しよう。パパス助けに来んかな。それ違うわバージョンだわ。なんか最初のスライム3匹って聞いたら、パパスがなんで一番左から攻撃してくれないの。ほんとやる気が出た。あー、やる気が出た。これもったいないだろう。犬地味に強いよね、吠えるとか。
やる気が出たら攻撃力アップするみたいだね。あ、まあ変わんなかったわさっき7だったんだけどね。これでも倒せるね。まあ、気持ちほど上がったってことかな。よし。薬草ってさ、地味に強いよね、あのリアルタイムアタックの場合。うん、行こう。なんかギズモっぽいのが待ってる気がするわいや、体験版とかでもあったからね。体験版なかったか、ちょっと待ってよ。いや、楽しみだな。3D モードでフィールドにいるモンスターに近づくと A ボタンを押すと直接、やっぱタイムアタックとかだったら 3D モードの方が良さそうだね。でも自分は 2D でやるからこれでいいや。ていうか今後ね、戦闘はカットしていくと思う。あのストーリーとかそういうので編集してやろうかなって思ってる。うん、じゃあ試しにやってみようか。上の 2D モードでこうやってやって、こうやってやったら変わるんだよ、ほら3D モードの方がいいかな、こんな感じで、こんな感じになるんだよね、終わった後。どっちがいいかな。でもあの上だったらあれなんだよね、戦闘とか避けたりとか選べるけどね。お鍋の蓋装備しとこう。すぐ装備するわ、大事。感じていいや。最上階に着きました。うん、ちょっと途中はカットしとるかもしれん。それか早送りかな。助けて。え、マノー、なんか呪文封じできそうな感じだよね。ちょめ大変、早く助けなきゃ。なんか攻撃当たりそうもないな。き、霧が魔物に。とりあえずさっきメラ覚えたんだよね大の大冒険は主人公メラ覚えなかったけどね。まあ使えたのは使えたから。じゃあちょっとまず戦うにしてみよう。スモーク5。犬とかエマは攻撃していいぞ。主人公だけはやめてくれ。僕も食らうんかい。エマちゃん素敵。とりあえず呪文使ってみよう。メラ、メラの方がいいね。オッケー。さあショック受けた。地味に強いマジか、イタリアに尽くせりだな。そういうとはもう普通に使おう。魔法の小瓶実装されたね。ドラクエ10からあれだよね、始まったよね。もう死ぬ要素ないじゃんこれ。まあ、自分の実況も今後どうしていくか考えないといけないな。もう好きなように普通に自分のプレイ動画を
生放送でどんどんやっていく形に垂れ流しの方がいいのかもしれない。ごめんね、先回りしてマネーちゃんを驚かせようと思ったんだ。自分のやりたいのはそんな感じだな。でも魔物に襲われて、やめろ、自分の雑談が混ざってる。そうね、変よね、神聖な神のように魔物が出るなんてこと今までなかったので、ちょっとゲームに集中しないと。あ、やばいやばいな、このゲーム実況者ゲームとリアルがごっちゃになってるわ。やばいよ。ありがとうね、ちょめ。こんな怖い魔物を倒しちゃうなんて、ちょめ強くなったんだ。もう少しで頂上だね。あ、まだ頂上じゃなかったんだ。マジか。いや、やだ、雨が降ってきた。ちょん、急ぎましょう。よし、行こうか。登るよ。これね、上画面、下画面見ながら、あの、スライドパッドで移動した方が、多分やりやすいかもしれない。これは？この先、神の岩の頂上、崖をよじ登って進むべし、最後まで決して気を抜かるべからず。なんか嫌な予感がしますね。あ、光ってる。なんだこれは。綺麗な枝。なんかで使えるんだろうね。なんか怖いな。ちょっと横とかに、こうやってすぐ行ける準備もしとかんやな。斜めに移動してもいいから。最後になんか来るんじゃないこれ。あ、気にしすぎたわ。油断して、なんもなかったな。頂上に来たね。なんか中途半端な頂上じゃな。着いたわ。なんかここドラゴンとか出てきそうだね。惜しいな。天気が良かったら、もっと絶景が見れたはずなの。確かにね、晴れないかな。早くお祈りを済ませないと。ん？またボスか？え？ヘルコンドル、ベホマルを覚えるよね、これ。テディじゃん。結構銃をしたな、ベホマルで。ヘルコンドルが、ヘルコンドルが、メリコンドル。あ、え、危ねえ。危なかったね。あ、ここから落ちたら死ぬよ。ちょ、助けてくれよ。お、光った光った。お、紋章が光ったよ。強いね。あれ、勇者って雷系の電位系とか使えるのが勇者だったんだよね、昔。うん、よかったね。雲をね、助かったね、私たち。でも不思議だわ。まるであなたが雷を呼んだみたい。ちょめ、その肌は一体。ほら、消えちゃったわね。なんだったのかしら。いっぱい助けてもらったわね。やっぱりチョメが一緒だと私心強いわ。さあ、早いところお祈りを済ませましょう。我ら石の民、大地の精霊と共にあり、ロトゼタシアの大地に恵みをもたらす精霊たちを、日ごとの糧を与えてくださり感謝します。どうかその大いなる御心で悠久の大地に生きる我らをこれからもお見送りください。晴れた。わあ、すごい。世界ってこんな広かったんだ。このしきたりを考えた人、きっとこの景色を見せたかったんだね。
それでは儀式を終えたことをおじいちゃんに教えてあげましょう。みんなおじいちゃん、私たちの帰りを待っているはずだわ。ちょっとまずセーブをしましょう。でセーブをして、この続きは実況でやるか、あの声なしのプレイ動画の生放送でやるかを決めよう。今日の撮影日時が4月23日だから、多分ゴールデンウィークに投稿するから。今更ね、投稿してもね、誰も見に来ないと思うんだよね。そしてそれだったらもう生放送でさ、あの自分の好きなようにやってからさ、やろうかなと思ってる。おじいちゃん話しかけるよ。本当かいな。あ、やべ、こっちやったわ。儀式。あれ？ちょっと待って、どうやったっけ。お、みんな待っててくれたね。ただいまおじいちゃん。お、二人とも無事に帰ってきて何よりじゃ。神のように髪の毛が落ちたから怪我をしてないか、みんなで心配しておったわい。チョメよ、頂上で何が起こったのじゃ。チョメは神の岩の頂上で起きたことを話した。ふむ、そのようなことがあったのか。まさに奇跡というほかあるまい。きっと神の岩に宿りし、大地の精霊様が私たちを二人を守ってくださったのじゃろう。ところでエマよ、神の岩の頂上から何が見えたのか教えてくれるかな。で、見渡す限りの海が見えてたわ。お日様に照らされてキラキラしててね。あんな光景初めて見たわ。うむ、この世界はロトゼネシアがいかに広大かを石の村しか知らぬ。お主らも分かってようじゃな。お主らはまだまだ若い。もしかするとこの村を出て羽ばたく時が訪れるかもしれんな。このロトゼネシアの広大さをわしは儀式を通じて二人に伝えたかったんじゃよ。さて、そろそろ村に戻るかするの。ちょめ、お前の母ペルラにも儀式を終えたことを教えてあげなさい。ペルラさんってちょっと恰幅のいい人だったね。石の村、成人の仲間味。おお、成人、16歳で成人だね。セーブってどうやってするんだったっけ。あ、前中断するでやったんだ。ちょっと一応教会に行こう。村に着いたら B ボタンでジャンプだね。で、これはマップとか見れないの、これ。ちょっと教会を探そう。教会。この辺ちょっと拾っとこうか。教会。お祈りをする。はい、では今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。実況者ジョンでした。じゃあね、バイバイ。ありがとう。続きは動画投稿するか、生放送でも無言で自分でどんどん進めていくか、どっちかにすると思います。失礼します。よいしょ。